シーズン2度目の大阪ダービー、セカンドラウンドはセレッソのホームゲームです。2019明治安田生命 J1 リーグ第27節、セレッソ大阪対ガンバ大阪の一戦をお送りします。セレッソの今日のメンバーと予想フォーメーションです。今日は最終ライン、ヨニッチ、木本、瀬古はベンチスタート、藤田のパートナー、ソーザ、ワイドに柿谷、水沼コータ、ブルーノ・メンデス、奥野の2トップです。ではガンバのメンバーと予想フォーメーションです。最終ラインは4バック、右に高尾、左藤原で、中盤は遠藤、井出口、倉田、変わりありません。小野瀬に代わって今日はマルケル、スサエタ、そして宇佐美のパートナーパトリック、ベンチスタート、渡辺和馬です。奥野サポート、水沼から半身で受けます、ブルーノ・メンデス、柿谷サポート、左から丸橋上がる、引きつける、流れます、折り返し、柔らかい、ブルーノ・メンデス先制、セレッソ。完全にサイド1人、セレッソ余りました。まず山本さん、柿谷のドリブルのシーンで一つ心配があったんですけど、はい、今回もでしたね。そうですね、まあ、ここのビルドアップからガンバが食いついた、プレスに行ったところの背後をキープ、奥野がやってます、起点作ったところからでしたけども、まあ、柿谷のパス少し流れたんだと思いますけど、この瞬間少しガンバのセンターバック陣もボールウォッチャーになっちゃいましたね。センター追加点、完全に抜けてました。最後はマテイ・ヨニッチ、ゾーンで守ってましたけれども、遅れてましたか、ガンバは。そうですね、対応が遅れましたね。そのマルケル伝えた、シンプルに足元コントロール、渡辺和馬、引きつける、井出口、このような形ですよね。サイターが外からであればボールの配球もできますし、まあ、今一瞬おそらくセレッソの選手たちが後ろをケアしに行きましたので、その内側、あのマイナス側にパスを通しましたけどね。三浦のボールをブルーノ・メンデスが行く、これを柿谷拾う、やわらかいボール、大外、水沼、外から狙ってました、水沼コータ。ただこうブルノメネスの切り替えも素晴らしかったですし、勝ちたいのやはり前を見た時の判断、質が上がってますよね。あとは水沼の取り込みですよね。はい、まあ、ただこれで3失点ともですよね。走り込んだ選手に対するケアがガンバとしては不十分だと思いますね。でした。ダイレクト正面、スサエタが蹴って、今のフィニッシュは宇佐美でした。狭いところを通します、アルミューソンが行きます、粘る、ゴールイン。反応はしたんですが、触った後にゴールラインを越えてしまいました。キム・ジンヒョンのオウンゴールになるかもしれません。あ、そうですね、コースはクロスでしたもんね、枠には行ってませんでした。
中のパトリックを狙った速いボール。終わりました、3対1。まあ、最後に失点はしましたがセレッソ快勝です。